皆様こんにちは。富山石川万葉歌碑石碑巡り後編、前編はご覧いただけましたでしょうか。後編は能登半島のお祭りや見どころも少しご紹介しながら、大友のやかもち諸君巡行の足跡を巡ります。前編のご視聴は概要欄リンクからお願いいたします。後編のスタートは七尾市から能登巡行します。石崎宝塔祭り、七尾市石崎町で行われる大漁五穀豊穣を祈願した夏祭り、毎年8月の第1土曜日に開催されます。一基の宝塔の重さは2トンもあり、男たち100人で担いで町内を練り歩きます。七尾市で行われます七尾青柏祭、高さ12メートル、重さ20トン、日本一大きい山なのでデカ山と呼ばれております。能登島へ向かう能登島大橋ロードパーク内の石碑です。能登島の橋を揺さぶり振り起こし、能登島水族館入り口には大友のやかもちが読んだ歌の歌碑がございます。巻174026番、とぶさたて船木きりという能登の島山、今日見れば木立しげしも幾よかむびぞ。記号は国文学者犬飼隆先生です。とぶさたてとは、木を切り倒した後切り株にその小杖を立てて山神を祀る習慣があった。巻174027番は和倉温泉シーサイドパークで見つけました。円柱の石碑に刻んでありました。鹿島より熊木を刺して漕ぐ船の舵取る間なく宮古市を思う言う。4026番27番は鹿島の地から船を発し熊木村に向かう時に作った西とある。鹿島の津とは現在の七尾港にあたり、熊木村は中島町。万葉集にも出てくる熊木川、熊木川河口からは万葉ゆかりの机島が見えます。七尾湾に浮かぶ万葉ゆかりの無人島机島、机島内には巻16380番の万葉集歌碑があります。詳しくは概要欄リンクからご覧ください。七尾市中島町宮前には熊兜荒かし彦神社がございます。日本で2番目に長い名前の神社だそうです。毎年9月20日には国重要無形文化財である奥間兜祭りが行われます。祭りに参加する中島町内19の末社のおみこしや神庫の大器が結集、詳しくは概要欄リンクからお願いいたします。本社拝殿脇には
能登国の歌三首を詠んだ歌碑がある。巻中六3878番はどんな歌かな。熊木の沼地に斧を落として泣いている若者をなだめている歌ですよ。巻中六3879番はどんな歌かな。熊木の酒屋で怒鳴られているどちなやつ、連れてきてやれよかったどちなやつ、よいしょ。3878番は中島町関町熊木川水辺公園にも歌碑がありました。やかもち諸君巡行も七尾市中島から輪島市門前町へと向かう。ここは志賀町ときめき桜回路、ギネス認定の世界一長いベンチがあります。全長 460.9 メートル。ベンチ付近はサンセットヒルインマスホと呼ばれています。女流歌人田原町さんの詠んだ短歌がベンチ横にありました。桜貝淡きピンクを一身に集めて足りて浜の少女は。ここは能登金剛旗乞岩、別名能登二見とも呼ばれています。古歌に織姫の立石や磯の旗乞岩、あやおりかくる波の数々、能登屈指の夕焼けスポット、ここは輪島市門前町鶴虹。万葉集にも出てくる仁義川河口の別名泣き砂の浜と呼ばれる琴ヶ浜。砂浜を歩くとキュッキュッと音がする。歌人大友のやかもちも歩いたのだろうか。仁義川河口そばには巻17 4028番の万葉歌碑がある。万葉集には現在の仁義川を渡る時に作った一首とある。いもにあらず久しくなりぬ仁義川、清きせごとにみなうら生えてな。どんな歌かな。久しく妻に会わないけれど、仁義川の清らかな瀬ごとに水占いしてみよう。近くには曹洞宗大本山総持寺祖院があり、禅の教えを今に伝えています。ここは輪島市天町沖津姫神社。ここには大友のやかもちが詠んだ万葉歌碑が大鳥居横に建立されています。巻18 4103番、沖津島行き渡りて数口ふあわび玉もが包みてやらむ。沖ノ島に渡って海中に潜るというあわび玉が欲しい大友のやかもち。沖ノ島は輪島沖にある舳倉島のことです。8月22日から25日は日本遺産輪島大祭が沖津姫神社から始まります。おみこし入水の神事が見どころです。輪島大祭市街地にある4神社の祭礼、詳しくは
概要欄リンクからお願いいたします。ここは輪島市白米町、世界農業遺産にも選定されている白米千枚田。千枚田を読んだ歌碑がありました。一晩にも足らぬばかりの田を並べ、継ぎて木にける国を思うも、土屋文明。一枚の田から一碗の米も収穫できそうにない極小の棚田を、よくぞ今日まで永遠と耕し続けてきた野戸人の心を思う。ライトアップ明日のきらめき時期にはこのような景色が見られますよ。違った表現も幻想的とか。輪島市そそぎ海岸窓際パーク内から能登塩田の句碑。塩田に百日すじめつけ通し、塩を取るための重労働を詠んだ句。珠洲市清水町道の駅珠洲塩田村。観光客に昔ながらの塩作りを絶妙なトークで説明しておられました。奥能登沿岸では揚げ浜式による塩作りが行われています。揚げ浜式製塩は塩田の砂に海水を巻き、日光と地熱で蒸発させて塩を取り出す伝統的な技法です。塩田はしっかり乾いた状態でなければ塩作りはできない。夏の暑い日差しは塩作りには恵みの夏。道の駅のろしから400メートル進むと、能登最先端にある六甲崎灯台に着きます。日本列島、ここが中心のモニュメント。日暮らしの泣く奥能登の雪止まり。ここは奥能登、これ以上先はありません。祭りの国と呼ばれる能登半島、中でも切子祭りと総称される灯籠神事は日本遺産にも認定された伝統行事です。日本灯台50選にも選ばれている六甲崎灯台。石造りの灯台で歴史的価値も高く、日本で唯一菊の御紋章が入った灯台です。六甲崎灯台から少し進むと、能登半島の端っこ西域の岬吉ヶ浦温泉、下に見えるのがランプの宿。空中展望台や日本三大パワースポットの青の洞窟が近くです。珠洲市飯田町春日神社。2022年に能登地震で
倒壊した灯籠や鳥居、打ち子の寄付やクラウドファンディングを行い、7月20日の飯田トロ山祭りに間に合うように再建されました。拝殿前には大友のやこもちが読んだ歌碑が建立されている。能登巡行も終えて朝早く鈴の港を出港、国庁に向かった時の歌です。巻17 4029番。鈴の海に朝開きして子に来れば、長浜の裏に月照りにけり。大友のやかもち。春日神社の祭礼である飯田トロ山祭り、毎年7月20日21日に行われます。6メートルの人形が掲げられた巨大なトロ山が街中を練り歩き、初日には吾妻橋に並んだトロ山の向こうに多くの花火が打ち上がります。珠洲市上戸町柳田神社にも同じ歌を詠んだ歌碑がありました。珠洲市見附島、別名軍艦島を通り、次はお隣能登町へ。見附島から小市までの海岸線は縁結びロードと呼ばれています。宇室暴れ祭りを少しご紹介。とにかくすごいんです。能登に夏の始まりを告げる暴れ祭り、こんなお祭りは見たことがありません。神をもてなす大小の切子が合わせて40基、切子が街中を練り歩く。360年続く能登町宇室の夏祭り、能登半島の中でも勇壮なお祭りです。暴れ祭りの見どころも少しご紹介いたします。坂田る白山の2基のおみこしが大暴れしながら八坂神社に向けての祭礼です。おみこしは海や川、地面に叩きつけられたり、火の中へ投げ込まれたり、おみこしが壊れるほど大暴れいたします。暴れ尽くし、神に感謝し、神に近づくために、調査調査の掛け声とともに2日2晩にわたって大暴れするお祭り、しばらくご覧ください。
やかもちのと諸君巡行も終わり、万葉集では鈴の港を朝早く出港して長浜の裏に着いた頃には月が照っていた。長浜の裏についてはどこで歌を読んだのか特定はされていないが諸説あります。七尾湾のどこか、氷見から高岡にかけて松田の長浜か、ここでは歌碑が建立されている七尾湾穴水と氷見から高岡にかけての松田の長浜を紹介いたします。豊洲郡穴水町川島長谷部神社。大友のやかもちが鈴の海に朝開きして長浜の裏に着いた時の一首。穴水湾が長浜の裏の節、長谷部神社境内にその歌碑が建立されていた。巻174029番、鈴の海に朝開きして子に来れば長浜の裏に月照りにけり、大友のやかもち。長浜の裏が国庁近く、氷見から高岡にかけて松田への長浜説。歌碑の建立計画中、完成次第アップいたします。まだまだ続きます。やかもち越中富山諸君巡行シリーズ、ナレーションはみーこチャンネルみーこでした。最後までのご視聴お付き合いどうもありがとうございました。